こんばんは、三輪忍です。この動画は数分間謎解きミステリー、奇談第4夜の回答編です。問題編をご覧になっていない方は、そちらを先にご覧ください。それでは回答編、始めさせていただきます。問題は、名前とそれを特定するものは何かでしたが、回答は、後藤誠二、そして五時です。解説に行きましょう。警部、先ほどおっしゃった後藤誠二ですが、同名の警官がいます。マル暴関係で以前彼を逮捕した人物です。しかし、警部どうしていきなり？彼が教えてくれたよ。おかしくないか？彼の遺書には同じ言葉を間違って書いてあるところが数箇所あった。で、彼の時計が止まった時刻は5時。偶然かもしれないが、彼が何かを伝えようとしている気がしてな。それって、まさか5時？そう。彼女への遺書には5時が随所にある。ごめんはごめん。富士山は富士山。星座は星座。直すは直す。それらの5時となる部分を拾い集めると、後藤誠二になる。なるほど。だがな、この遺書にはもう一つ、彼のメッセージがあるんだ。俺の読みに狂いがなければ。それは？五時でも五時でもない。つまり、あの五時だ。問題。五時とは何か？それでは決着編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。